笠戸島は山口県下松市沖の瀬戸内海に浮かぶ三日月型の離島。下松市域に含まれる。本土とは1970年11月に完成した笠戸大橋でつながっている。島の面積の半分近くは森林で多くは林野庁所管の国有林となっている。北東から南西に細長く伸びた形をしている。集落は大きく3つに分けて本浦地区、河野浦地区、深浦地区がある。広島県宮島町の明神が傘を置いたという伝説があることから、島内の中学校が2013年に、小学校3校が2014年に閉校し、島内から小中学校が消滅した。2014年以降は、本土側の下松市立下松小学校、下松中学校の校区となっている。森林施業実施計画面積。近畿中国森林管理局。2020年6月15日閲覧。下松市小中学校通学区域笠戸、巡航線下松市市通史編。第5編現代の下松第2章産業、経済4交通、通信海運、下松市郷土資料、文化遺産デジタルアーカイブ。2019年5月13日、閲覧。ありがとうございます。